はい、まただ。はい。暑い。なんか必死こいでやりすぎた。暑いわ。別に暖房ついてまへんで。ついてへん、ついてない。暑い。見ます？超傑作品。見えてます？見えてます？超傑作品。こんなん出ました。超うまそうなんですけど、これがあのライフのなんかそそる焼肉のタレで、これに追いニンニク、これいっぱいニンニク乗ってますけど、さらにニンニク、追いニンニク、追いニンニクいきます。お乳明け月、追いニンニク、しかしこれね、ニンニクは玉でのなんですよ。玉でのニンニクはね、剥いて売っとるんですよ。ほんで、いつもか一時を食べとったんですけど、匂いほんませえへんすよ。丸ごと焼いたりなんかしとったんでね。けど今日、切ってあんだけ器に入れて固めとったら、めちゃニンニク匂いしましたわ。えらいもんで。はい、言われてます。やっぱり中国のニンニクも、ニンニクの匂いすんねんな思ってね。そりゃするやろ。はい、いただきます。言われます。いただきます。超うまそうなんですけど、これ箸が使われんのがね、玉の傷なんですけどね。うんうん、マジ柔らかい。これ何の肉？マジ柔らかいんですけど、焼きが足らん？マジで。誰に対してマジでっていう。こんなや、これ何の肉これ。これ別に高くないですよ。これ多分半値で買ってきた肉でしょ。半値で何本やったんかな、よう覚えてないですけど、決して高くはなかった。安いぐらいやった。うん、マジ柔らかい。うん。焼きが足らんのかな。けど美味しい。いつも焼きすぎるのがようわかんね。これほんまちょうどいい加減に焼けたの。こんだけ柔らかいね、肉って。3年ぶりぐらいちゃいます、柔らかい肉食べんの。コロナ流行ってからは一回も肉屋さんなんか焼肉屋なんか行ってないもんね。そのコロナ前もそんな焼肉屋なんて年に何回か行くぐらいやからね。3年ぶりぐらいちゃうこれ。
天王寺のね、北口出て、あれ裏天王寺っていうかな、今はね、昔らそんなこと言えへんかったやろうけど、めちゃくちゃうまい焼肉じゃなくてね、そこよりそんな別にめちゃくちゃ高いわけないんやけど、言うても焼肉って高いですやん。年に一遍行くか行けんかったですけど、そこはほんまうまい。昔はおやすさんがいとってね、お父さん多分息子さんやと思うんですね。で、従業員の方とやって、親父あんまりしゃべれないけど、一応客、お客さん相手にねちょこっとしゃべりはんねんけど、ある時からもう親父さんの姿全然見えへんようになったんですけど、あそこはうまいわ。あの切り張るねん、何時代の注文してからもう切ってるやつもあるんかな、よう切って入りますね、お客さんおる前でね。なんかそんだけ新鮮な肉ちゃうんかな思いつつ、いや知らんけどね、ちょっとゆっくり割りますわ。パフパフ、はい、ごちそうさまでした。美味しすぎました。かなり美味しかったです。史上、何番目かな分からんけど、マジうまかった。ちょっとカフェオレも呼ばれてます。全然覚えてへんし、どこでこうたやったかな、どこでこうた、ライフ漫才どっちやったかな、そのなんちゅうの V も覚えてないし、あれ見たらわかるんか、あのこれぐらいのんが多分8つ7つか8つぐらい入っとったんですよね。マジうまかった。それか焼き方が良かったんかな、ああいうちょっとレアではないんやけど、赤いとこ残った感じで焼くなんて初めてやもんね。いつもよく焼きやから、ニンニク様々やね。ニンニクが焦げたおかげでうまい、うまい焼き加減になったね。ウェルダム？ウェルダン？ウェルダム？レアが生っぽいやつでしょ？え？ミ？うん？レア、ウェルダン？え？ウェルカム？え？ウェルダン、レア、わからん、はい、っていうことでね、これね、貯めてたわけやないんやけどね、こう、ご飯食べるときにこう、下置いてパンとか食べたらね、私すぐこぼすから、こうやって食べるのにちょっと置いとった、置いてますんやけど、もうコロナがもう落ち着いてきましたやん。ほんならやっぱりちょっと景気がようなってきてんかな。あ、っていうかね、そのオープンしてる店もなんか増えてません？なんか長いことしまっとってね、空き店舗やったとこで新しい商売される方がね来はって、かと思えば閉めてる間にを設けてね、儲けはった人もいてるし、自分の売り上げよりも何倍もあるやんみたいなですし、でも結構あかんでやめていってんけど、そうやって後に入ってくる人もいてあるしね。けどまあ、あかん人はあかんけど、持ってはる人がいっぱいおるんやろね。これからやるぞ、新たにやるぞいう人もね、多い。お店なんか改装したりオープンしたりしてきてますわ。うちの近所にもね、なんちゅうの、田舎行ったりの、旅行行った時のこう旅先であるなんかスナックの、なんか年いったママがやってるみたいな、そんな店がなんかこう並んでますね。実際知りまへんで、若いお姉ちゃんがやってるのか知りませんけど、見た感じがね。けど4つぐらい、3つぐらいかな、4つ、合コンあって、そのうち2つはちゃんとあのシメントずっとやってはって、その3個のうちの1個はコロナの間もずっとやってはりましたわ。やってたんかどうか知りませんけど、ずっと空いてましたわ。で2つがもう閉めはってね、けど下のうち1つがコロナのやってる時に
始めはったんですよ。いやこれどうせまた一尾ってね、そういう補助金目当てなんやろな、もういつまでやってありますわ。でまた新しくね、何やったかな、けったいな名前のお店ね、今工事してありますわ。もう間もなくオープンちゃうかな。ということでね、こういうチラシもね、ポストにめっちゃ入って、まあ、コロナ関係なく入ってますけど、なんかその入ってる量がね、すごいですわ。で特に私を目がけてかどうか、目がけてないわね、目がけて入れることないと思うんですけど、この求人とかもね、昔こんな入ってませんでしたやん。急に入ってきだしてね。これ清掃スタッフですやん、時給1,030円ね、でしょ。あとこれ警備員ね、日給8180円から9700円。私18ぐらいの時警備のアルバイトしとったんですけど、その時5500円なんでね、1日ですよ、日勤で。だから今だいぶ上がってますよね。あとこれは何や、墓参りのご依頼ください代わりに行ってもってどないすんねんって話じゃないけど、あ、そういうのしてくれはんねやろね基本コース、基本コース掃除だけで15,000円。おとろしいね。お参りコースで18,000円。頼む人いとるんやろか。そりゃ心配やけどね、心配やけど、どこまで掃除してくれんのやろね。15,000円やて、とろしいね。あとこれも求人や、これもなんか、デイサービスや、デイサービス、入社お祝い金30,000円やて、行こうかな。デイサービスでしょ。あ、これも求人、これのはまあ対応入ってますわね。まあそんなこっちでね、あ、こんなもんもコロナの頃からずっと入ってくるね、この買い取り系ね、買い取ります系、あとこの引っ越し系とか、こんなんまあいつも入ってくるね。まあまああれですわ、景気はその物価高やへちまいでやってますけどね、どうなっていくんやろね、ほんまに。ようなってもらわんとね、ほんまにね。っていうか最近この冷たいカフェオレ凝ってますね。うまい。これただ単にあの何しますの、もうできたブラックコーヒー買ってきてね、で牛乳混ぜて飲んでるんですけど、こんなんも今まで自分でそんなの作りませんやけど、自分で作ってみたらうまいよね、安上がるしね。そういうこともしていかんとあかんやん。っていうことで、どういうことかわからんけど、まあまあそういうことや、どういうことや。っていうことで、マジうまかった今日は、ほんま美味しかったです、ありがとうございました。感謝感激、感謝感激です。はい、っていうことで、いつもありがとうございます。では本日はこれぐらいで失礼します。失礼しバイなら。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。